皆さん、コミュニケーションって何だと思いますか？会話とか態度とかって言われますよね。それも間違いじゃないんだけど、その前にコミュニケーションを一言で言うと、ズバリ態度なんですよね。この態度次第によっては同じ言葉でも大きく変わってきます。例えばありがとうっていうのも、ありがとうって言われると嬉しいのに、ありがとうとか、ごめんもそうやんね、ごめんねって言われたらめちゃくちゃ嬉しいのに、ごめん言うてるやんとかね、ごめんねとかね、同じ言葉でもこれ変わってきますので、この態度ちょっと改めてみませんか。ついついね、癖になっていってますので、一旦深呼吸して、あ、ちょっと態度改めてごめんねって言ってみる。お子さんにもぜひね、あ、しまったと思う時には後でいいです、背伸びして深呼吸してから、さっきはごめんね、昨日はごめんねって言ってあげてください。そうすると子どもたちもちょっとね、しまったっていう時、お友達や周りの人に、昨日はごめんねって謝れるようになると思いますので、ぜひね、皆さん頑張ってください。